令和3年、担当式本試験、管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います。担当はレック先任講師、乳目です。えー、どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん、本試験お疲れ様でした。まあ、今回、管理会計論、かなり難しかったですね。まあ、あのいろんな、ね、難易度の問題が出される可能性があるよってことはね、あの講義中にもお伝えしていたところではあるんですけれども。 まあ、なかなかこれぐらいのレベル感の問題が出てくることをねあの、しっかりと事前に想定できていた方はね、少なかったのかなと思いますんで、あの受けている中ね、相当焦りを覚えた方が多かったのではないのかなというふうに思います、まあ。今回はね、本当に、あの一昔前のね、まあ、本試験と同じぐらいのレベル感ということで、 まあちょうど、その令和2年のね、第2回の試験、まあ、あの、直近の試験っていうところが、あの、かなり適正なね、まあ分量で、なおかつ難易度的にもちょうどいいぐらいのね、レベル感の問題だったのかなというふうに思うんですけども、まあ、それ以前3回ぐらいね、あの、連続で、まあ難しい回が続いていて、まあ、その時と同じぐらいのレベル感というところとなっているので、まあ、到底1時間っていう時間の中だと、すべてね、解き切るっていうことは、まあ難しかったのかなというふうには思います。 まあ、そういったところも含めてねあの今回の目標点数などをねちょっとお伝えできればなと思いますので一旦画面の方切り替えていきますが、まあ、簡易的なものなんですけれどもちょっとパワーポイントで、まあ、情報をまとめていますで、まあ、全体の公表なんですが、まあ、とりあえずねその試験の形式とかについては、まあ、いつも通りと。 計算8問、理論8問で、まあ、計算60点、理論40点の配点となっています。で、まあ、原価計算分野で50点、まあ、管理会計分野で50点という配点になっていますので、まあ、このあたりはね、あのもう決まっているのかなというふうに思うんですけども、まあ、皆さんもね、あのおなじみの形式だと思います。で、難易度なんですけれども、まあ、先ほどお伝えしたりまり、まあ、この平成31年第1回から、まあ、令和2年第1回、 回のまあ、この間のね。3回分がかなりね。難易度が高かったというところで、まあ、この時とまあ同じぐらいのレベル感になってくるのかなというふうに思います。もう平均と平,平均点とかに関してもかなりね。低い得点になってくるかと思いますので、おそらくまあ30点台とかが平均点になってくるかと思いますから、あのまあマーク形式の試験でね。平均点が30点台っていうと相当な難易度になってくるかと思いますね。はい。 まあ、よほど、その、情報処理能力の高い方でも、おそらく、まあ、計算2問ぐらいは手つかずになってしまうのかな、とは思います。まあ、計算2問だと、まあ、7点の問題と8点の問題、1問ずつね、あの、勘で答えたとして、15点分が、あの勘で、勘で答えざるを得ないというところで。で、まあ、実際のところはね、その3問ぐらいはもう勘で答えざるを得ないという方が多かったんじゃないのかな、というふうには思いますね。はい。だから、まあ、もう少しね、ちょっと、 時間のことを考えてね問題の分量についてはちょっと配慮していただきたいかなっていうふうに思うところではあるんですけどもまあこればかりはね試験委員の先生方もいろいろお考えのもと作られているとは思いますんでねちょっとまあ私なんかがねあんまり文句を言うのもどうかとは思うんですけれどもただまあ現状ですとあのー、本当に計算がトップレベルに速い人でまああの1問残しぐらいでなんとかいけるっていうレベルだと思うんですよね。 でもう大多数のもう合格する方とかでもねあの2問は確実に勘で答えざるを得ないのかなとは思うんでねまあそういう運の要素がね入り込んでしまうとやはりしっかりと能力の高い人をね受からせたいっていう試験の趣旨とはねあの反してしまうのかなぁとも思いますんでねまあ、この辺のところはちょっとね再考していただきたいかなっていうふうには思いますまあ元々ねちょっと管理会計は1時間で解くっていうのがかなりきついのでまあ1時間20分とかにねしてくれた方があの しっかりと、ね、勉強してきている受験生にとってはありがたいんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、そういったところも含めてね、ねちょっと再検討していただきたいかなというふうには思いますね。はい、で、まあ、今回の問題に関して、まあ、正当可能性、高中・低の3段階で評価を行いで、それぞれ正当確率ですね、まあ、高のものには80%、中のものには50%、低のものには20%。 まあこの正答確率を高中・低とまあ評価された問題の配点に対して掛け算して期待値を出したものがこちらになりましてでこのまあ合計で49.4というふうに数値を出しているんですけれども、まあ、今回ね、あのーまあ、ご存知の方も多いのかなと思うんですけど、まあ、問題1については買いなしになる可能性があるというところで、まあ、一応この表の中だと、ね、問題1は正答可能性中という評価のもとをあの計算を行っているんですけれども まあ仮に買いなしで全員正解になれば、まあ合格ラインとしては、まあ52点ぐらいっていうところを一つ見ていただきたいかなというふうに思います。だからまあ50点ぐらい取れていればね、基本的には合格ラインに乗っかってきて、まあ管理会計単体で見たときに全体の足は引っ張らないんじゃないかなというふうには思いますね。はい。まあ以上がね、全体の好評ということになりまして、 で次に各問題の、まあ、所管というところを簡単にまとめているんですけれどもまずまあ原価計算分野なんですが、まあ、この問題1、ね、先ほどお伝えしたと、まあり選択肢の「い」のところがね、正語がちょっと不明だと、まあ、間違えている可能性が高いんですけれども一応「まあ意が合ってるという好意的な解釈をした上えで、まあ、正答可能性は中という評価を行っています。はい。 で、まあ、原価計算分野の方がね、今回は比較的管理会計分野に比べてみると、まだね、あの、取り組みやすい内容が多かったんじゃないのかなというふうに思います。また後でね、具体的な解説はしていきたいと思いますけど、まあ、この問題2の日目別計算なんかはもう平成26年第2回の、ま、類題というかね、まあ、ほとんど同じ問題ですし、まあ、務費会計のね、あの、本試験の問題っていうのは比較的似たような問題がね、過去何度も出されるっていうところが特徴としてもあるので、 まあ過去問とかでねなんか見たことあるなっていう印象を受けた方多かったと思うんですねだから問題にはね何とか正解したいところですで問題三の理論についても平易な内容なんでここはまあ絶対正解しなければいけないところかなと思います2と3は確実に正解したいですねで問題4こちらもね過去に類題がある 平成29年第2回とか平成22年第2回にこういうパズル形式のね、個別減価計算の問題で、まあ感情記入させるような内容が出されているわけですけども。ただまあ、パズル形式の問題については、まあ単純に時間もかかるのね、かかるので、初めから問題用については一旦飛ばしたっていう受験生が多いんじゃないかなと思います。ただまあ、後ろのね、管理会計分野の問題もなかなか一筋縄ではいかない問題が含まれていたので、 結果的にこの初めの問題4の方に戻ってきてね、まあ、これに着手したっていう受験生も結構多いんじゃないかと思いますまあ時間かければね正解すること自体はそこまでむちゃくちゃ難しいっていうわけではないのでまあ問題4についてはあの恐れずにチャレンジできた方は、まあ、一定数ね正解ちゃんとできてるんじゃないのかなとは思いますだからここは正当可能性ね低とは評価せず中という評価をしていますねはい でで問題5の理論ですねこれはまあ初見の方ばかりだとは思うんですけれども、まあ、私も見たことがない問題なのでちょっとまあ難しいなっていう印象を受けましたけどまあ今回ねこの問題後もそうなんですけどまあこれ理論問題ですけど問題15の業務的意思決定の問題まあ自制化購入かの意思決定の問題がありましたけどあれもかなりね文字情報が多いんですよね。 結構その文字情報が多い問題が、まあ、多いなっていう、ね、印象を持ってしまったんですけど、まあ、こういう文字情報が多いとね、情報整理をしているだけで単純に時間が取られますし1時間っていうね、時間制約がつけられていると当然皆さん焦っていますからねなかなか普段冷静な頭だとね、あの読んだらすぐに頭に入ってくるものでもこの限られた時間制約の中で焦っている状態だと読んでも頭に入ってこないことってたくさんあると思うんですよ。 だから今回の問題の5番のようなものっていうのはもうなからね諦めてしまった方の方が圧倒的に多いんじゃないかなとは思います状況がまずね読み取れないって方が多かったと思いますね、まあ、これはもうできなくてもしょうがないですもう勘で答えるしかないという問題ですね、はい、で次の問題6の連算品の計算も、まあ、連結原価を一旦計算させてから NRV を基準として連結原価の安分をしていくという問題で ちょっとトラップもねあのいくつか含まれていたりしてまあなかなか実践的に回答にたどり着くっていうのは簡単ではないのかなと思います正当可能性は低という評価をしていますねでまた問題7の理論ですねこちらはシンプルな内容なんで、まあ、正解してほしいんですけどとはいえね ちょっと選択肢の「意については正誤判断間違えてしまったという方もねあの一定数いるのかなというふうには思いますんでまたあとでそれも含めて見ていきたいと思いますけれどもただまあこれはね消去法で回答することができる内容となっているので問題7は正解してほしかったかなという印象ですねで問題8はこれはもう絶対答えなければいけない問題ですねここを間違えていると相当厳しい戦いになるかと思います もう一瞬で回答できる問題ですから、まあこれはね、あの、見た目も簡単ですんでね、取り組めた方が多かったんじゃないかなと思います。で、問題9以降ですけれども、まあ管理会計分野、まあ全体的に難しいですね。まあ理論についても、そのはっきりと合ってるかどうかがね、あんまりその自信がないという問題が多かったんじゃないかなと思います。まあ問題9と10なんかはね、あの、その最たるものかと思うんですけれども、 まあなんとなくはこれなんじゃないかっていうところで絞り込みはできると思うんですけれども、まあ、自信があるかって言われるとちょっとねクエスチョンマークがつくかなというところですね。ただまあ問題12と13についてはここの理論はねそんなに難しくないのであのなんとかこの2問は拾いたいかなっていうところです。はい、で計算に関してはまあどれもなかなか難しいですね。 まあ問題11の最適セールスミックスの決定、これ、製品が3種類あると、でなおかつまあ共通の制約条件っていうのが2つあるという問題で、まあ、こういう形式の問題自体ね、解いたことある受験生ってほぼいないと思うんですね。だからまあ、初見でのね、そういった応用力みたいなものが試される内容だったと。 まあ気づけばねそんなに難しくはないんですけどこの製品 A がね明らかに他の製品 B とか C に比べてみると優先順位が低いっていうことは、まあ、その 1kg 当たりの貢献利益とか1時間当たりの貢献利益っていうのを比べればわかるので、まあ、A が一番ね優先順位が低いなとで B と C を優先的に作った上で余った材料とか余った機械の時間で A を作ればいいんだっていうそこのね判断ができたかどうかですね。 その判断さえできればこの問題は正解できるんであの計算の分量自体もものすごく少ない内容となっていますから気づけるかどうかっていうところですねだからちょっとひらめき的なね要素が入った問題だったと、まあ、そう考えることができますでまた問題14についても、まあ、これもまあひらめきと言っていいかどうかちょっと微妙ですけども ま、その推定系の問題で連立方程式を組まないとね、解けない内容となっていると。まあ、もしかしたら他の回答の手順あるかもしれませんけれども、まあ、連立方程式を組んだ上で回答していくというところで、なかなかその連立方程式を組むっていう発想に至らない方が多いんじゃないかなと。いうところで、まあ、問題14もなかなかね、あの、資料の堂々巡りになってしまって、結局求めたいものが求まらないっていう方が多かったんじゃないかなと思います。 で、問題15。業務的意思決定の問題で先ほども言及しましたけど、文字情報がとにかく多いと。ものすごい、まあ、分量の文字情報なんで、まあ、ちょっとね、これ最後の問題というか、問題15とかに置かれても、やる気が起こらないと思いますんでね、多くの方は飛ばしたんじゃないかなとは思います。ただ、まあ、見た目ほどね、計算の分量自体は多くはないんで、何が関連限界になって、何が埋没限界になるのかっていう、そこのジャッジをね、していくだけの問題ですから、 まあ恐れずにね取り組めた方で正解にたどり着いた方もいるんじゃないかなっていうところです。はい、で最後の問題16、まあ、設備投資ってことになりますが、まあ、割引回収期間法と、まあ、投資利益率法が問われているというところでまあ割引回収期間の計算にあたってはね少数点以下の数値が出てくるのでちょっとまあケアルスミスとかが生じやすい内容だったのかなというふうには思いますんでね。 取り組んだ方がね、全員が全員正解できるっていう内容にはなってないと。ただまあ内容的にはね、比較的平易な内容なのかなというふうには思いますので、あのまあ他のね、問題11とか14、15っていうところに取り組まなかった方は、まあ、問題16にね、リソース割いていれば正解することもできたのかなというふうには思います。はい。 まあ以上がね、簡単ではありますけれども、あの各問題に対する所感ということになりまして、あのまあ簡単にね、また確認の方を、ね、進めてみてください。で、今からね、あの各問題の解説の方に入っていきたいと思いますので、まあ、問題1からね、順次見ていきたいと思いますけれども、まあ、いつも通り、原価計算基準の問題ということになりまして、まあ、あのパッと見はね、別に何にも難しくない。 まあ平凡な問題だなという印象ではあるんですけれどもこのまあ選択肢の「い」がね、まあ、合ってるかどうか微妙というか、まあ、間違ってる確率の方が高いのかなというところです。ただまあなんでね5番を正解にしてるのかというと「あ」と「う」についてはもう確実に間違いだからですね。 ここの案については過去の実績における実際価格に禁似させるのではなくてこの予定価格を適用する期間における、ね、実際価格将来的に予定価格を適用して材料費の計算などを行っていくわけですけどもその適用期間における実際の価格と予定の価格これが禁似するように設定していきましょうという話になりますんでねこの過去の実際価格に禁似させるわけではないと。 だからよくよく読んでみるとねまあそりゃそうだよねっていう内容なんであのー、ここをねしっかりと罰だっていうふうに切れた方はうわも確実に罰だってことがわかるんでね製造・間接費の配布額と実際額との差額が加工費の配布債であるっていう記述になってるわけですけど加工費の配布債を求めてるわけですから当然ここは加工費の配布額と実際額との差額になりますからねまあ何を聞きたいんだろうって感じの問題ではあるんですけれども。 もうあとはもうねこれはもう確実に間違いってことになりますんでだからまあ消去法で5番が正解っていうふうにまあ考えることができるんですけれどもとはいえ2、e、についてはこの材料受入価格債受入金額と実際の受入金額との差額ここまでだったら正しいんですよこれに実際の受入数量を掛け算するっていうところで間違いなんですね まあ拡大解釈をしてねこの受け入れ金額っていうのが材料単位あたりの受け入れ金額すなわち受け入れ価格と実際の受け入れ価格との差に実際の受け入れの数量を掛け算するだったら正しいじゃないですかだからちょっと好意的に解釈をしてあげて「い」については「丸になるんじゃないかっていうねそういうちょっと希望を込めて丸にしているんですけれども。 ただ、もしかすると多くの受験生にとってはね、あの買いなしになってくれた方がありがたいという意見の方が多いのかなとは思いますので、あのまあ買いなしで祈っている方が多いかもしれませんけども、まあ、もしかすると5番になるんじゃないかっていうところですかね。一応、レックの回答では5っていうふうには出してはいるんですけども、まあ他の他校さんとかでもまあ競技中とかになっているので、まあ、おそらく買いなしになるんじゃないかなというふうには思います。はいまあ、こればかりは、ね、実際にに合格発表日に 公表されてみないとわからないところなので、まあ試験委員の先生方の判断というところになりますね。まあ文章としては間違ってるんですよ。まああの原価計算基準のね、その表現とも違いますから。あの文章としては間違ってるんですけど、ただまあ、あとうが絶対的な間違いになってくるんでね。それに比べてみると、いはまだマシだって感じになり、なりますからね。だからまあ、消去法で選択できなくはないっていうところで。 まあ正解を5番にしてくる可能性は、まあ、あるのかなというところではあります。はい、で次の問題に規目別計算の問題で、まあ、先ほどもご案内した通りまり、あ、過去の類代というところもありますからどこかでこういった問題は解いたことがあるかと思いますのでね、まあ、確実に正解したい内容と言えます。まず当月のの間接労務費の金額ですけれども、まあ、こちらについては 直接項の間接作業賃金ですね。直接項間接労務費。まあ、この間接作業時間と手待ち時間から生じる間接労務費ですね。これが78万4千円です。予定賃率で計算してください。で、また、間接項の消費賃金ですね。この基本給にまあ残業手当を乗っけて、さらに当月未払いを加算して、前月未払いを減算すれば、この要支払い額が791万というふうに求まりますので、まあ、これが、 関節の消費賃金合計とということになります。でまた資料の確保3この構成費と福利施設負担額が間接経費になるっていうのはもう基本事項ですよね。で残りの4つですね、まあ、この工場事務員の給料から法定福利費までが間接労務費になりますのでこれらを合算すれば366万。 だから78万4000と791万と366万を全部合算すれば1235万4000というのが求まります。あは正解。で、い、e、については今確認した通り七り791万っていうのが間接項の実際の労務費の要支払額ということになりますから誤り。で、また、賃率債これは直接項の消費賃金の計算過程で生じるわけですけれども。 この7,900時間が就業時間で、まあ、この全体に予定の賃率っていうのを掛け算してあげた金額とこの基本給の支払額あ基本の支払額ですね1,094万2,000円に当月の未払いと前月の未払いを加減算した金額ですね差を取ってあげれば賃率債を求めることができますね予定賃率かける7,900時間で計算された金額とこの1,094万2,000に 当月未払いと前月未払いを加減算した金額その差を取ってあげれば賃率債を求めることができると、まあ、14万6万六千というのが求まりますけど運については誤りということになりますまた絵についてはこちら直接行の予定賃率による労務費今さっきねあの口頭で言った通りり1400円 ×7900 時間で計算された金額1 1 0六万円っていうのが 消費賃金合計ということになりますんでね。絵については正解ということになります。だから3番が正解ですね。はい。で、次、問題4。選択肢の「い」と「え」が誤りでもう簡単な問題ということになりますね。「い」については、個別原価計算は種類を異にする製品を連続的に生産する生産形態ではないですね。まあ、個別的に生産する生産形態に適用される。選択肢の「え」については、 当然これは直接費ではなくて間接費ですね部門ごとに集計して配布を行っていくと、はい、まあここはもう一瞬で正解できる内容ですねで次の問題4、まあ、パズル形式の問題でこれはね回答の手順は人によって違うのかなと思いますので、まあ、各自でね原価計算表の穴埋めおよび勘定記入っていうのを進めてもらえればと思うんですが まあ、特に何かひねってるところがあるわけではないんですけども、ただまああまりね、見慣れない勘定記入の方法として、こちら、材料勘定の方に仕掛かり品勘定から振り替えを行っているので、まあ、一瞬ね、ここ何をやっているのかなっていうところがちょっとよくわからないなという印象を受けた方多いと思うんですけど、まあ、これ貯蔵品と材料勘定ですね、その振り替え先っていうところを分けていて、貯蔵品勘定に振り替えていくのは、 これは子孫寺品の評価額を振り額っていうのを貯蔵をを使ってて処理をしているんですね。で一方作業クズについてはこれリサイクルすると言っているので作業クズの評価額っていうのを再利用するので材料勘定の方に振り替えているんだというね、まあ、そういった弾力的な読み取りができたかどうかというところが一つポイントになってくるかと思います。はい ただまあ別にここをね埋めなきゃいけないかっていうとそういう問題でもないのであの別に埋めなくても回答することはできるので、まあ、そこはねあのいろんな回答アプローチがあるかとは思うんですけれども、まあ、一つねただこういった感情記入の方法もあるんだっていうところは知っといてくださいでまあ本問で注意しなきゃいけないところっていうのはそう多くはないですけどもこちらの ナンバー300については分割納入制っていうのを採用していてこの100トンの受注を受けたものなんですけれども15トン分っていうのが完成して納入されているとで15トンについてはこの予定の原価1トンあたり8万円で評価をするという話なんで8万ける1 5トンで120万円分に関しては分割納入がなされていると。 で分割納入されるとこの15トン分の売上っていうのが PL に計上されることになるので、まあ、この収益と費用との対応関係を図るために15トン分の売上減原価っていうのを計上する必要性があるんですよね、まあ、本来個別原価計算っていうのはねこのナンバー300記載の製品が全て完成しない限り完成品原価っていうのを算定することができないんですけども算定しないわけですけども分割納入制を採用している場合はそういった 財務会計上の収益と費用の対応関係を図るために分割納入した分の売上原価っていうところを、まあ、計上できるよう120万円分っていうのを仕掛かり品勘定から製品勘定の方に振り替えていく必要性があるんですね。で何を計算上注意しなきゃいけないかというとこのナンバー300自体はあくまでも100トン分の製造原価っていうのをこちらに記載する必要性があって。 分割納入とかここは関係ないんですよ。あくまでも100トンの注文を受けていて100トン分の製造原価当期どれだけかかったのかっていうのをこちらに記載するわけですけども、まあ、計算すればこれ573万ってことになるんですけど、まあ、どう計算したかっていうと、まあ、この次月の繰り越453万、まあ、これは分割納入された分120万円分の原価っていうのがマイナスされてる金額なんですよ。 ナンバー300の金額から120万分マイナスされた金額なんでここに120万加えればここの金額を算定することができるというね、まあ、この点が一つポイントになってくるかなというふうには思います。はい、であとはね本問全く手つかずの方もねいたかもしれませんけども実はここの選択肢「う」についてはわりかしと一瞬で回答することができる「う」と「え」についてはね「まあ、う」と「え」が正解なんですけど。 あまあ、さっきねあの、ここは埋める必要性がないとは言ったんですけど、まあ、一応、絵のね、正、あ、誤、のー、判断をする上では、埋めないとね、わからないところではあるんですが、もう、あと位がね、間違いなんであの、この段階で6番を正解できるんで、そういった意味でね、埋める必要性はないっていう話だったんですが、まあ、この絵のところね、あのー、計算簡単ですね、仕掛かり品から貯蔵品に振り替えられる金額はさっき言った通り、この子孫時品の評価額30万と22万の合計52万。 材料勘定に振り返られるのは作業ズの評価額で35万ってことになりますからもう一瞬足し算すれば終わりなんで A については一瞬で回答終わりで U についてもこの製造・間接費っていうのは直接労務費ですね、まあ、これを基準に配布していると直接労務費の金額に対して120%の配布率が設定されているという話なんで直接労務費の1.2倍の製造・間接費が発生しているわけですよだから直接労務費の金額を X っておけば 製造間接費は120万4500っていうのがこの直接労務費と製造・間接費の合計金額であることが、まあ、この貸借差額で分かりますからね120万4500っていうのを1対1.2の割合で割り振っていけばいいだけなんで製造・間接費の金額を求めること自体は全然難しくないんですね。はい だから実はこの問題は、原価計算表をわざわざ埋めなくても、ここにだけね、着目してあげれば、仕掛かり品勘定だけに着目すれば、うとえが正解であるという判断ができるんですね。はい、なかなかね、そんなテクニカルな判断できる方はまずいないと思うので、あの、これは結果的にこういうね、あの回答をするのが効率的だったよねっていう話になりますから、別にこの解き方ができていないからといってね、反省する必要性はありませんので、 結果的にこういう解き方ができましたよというご案内ですね。はい、で次の問題5番まあこれ難しいですね若干まああの一応4番を正解にしてますけどまあ5番もあり得るんじゃないかなとちょっと思うところはありますがまあとりあえずねこの第1工場についてはこれはもうねあの間違いなく。 今のねやり方で問題ないとこの原価計算システム特に問題はないですよっていうね、まあ、お墨付き与えることできるかと思いますけれどもこのまあ第2工場については、まあ、こっちはねあの確実にあまりよろしくないってことは判断できるかと思いますこの等級製品っていうのを作ってるにもかかわらずねこういった各製品の正常しかを基準に設定した投下ケースを用いるっていうのはおかしいですよね あくまでも等級別総合原価計算っていうのは価値移転的な原価計算の範疇に属するものなのでその原価の発生と、まあ、関連性のあるね、まあ、数値設定っていうのを行っていく必要性があるわけですが製品の販売単価っていうのは別に原価の発生と関連性がないですからね価値移転的な原価計算っていうのを行いたいという、まあ、その発想から見ていくとね販売価格を基準に等価係数設定するのはまあこれはおかしいよねと。 まあこの辺はねあの講義中にも理論でやっているところなんで、まあ、その話が思い出していればね正誤判断すること自体は第2工場は難しくないのかなと思いますで次の第3工場ですねクイベ別総合原価計算を適用、まあ、すべきというところになるわけですけれども、まあ、この場合原料費については直下をして加工費については配布をするわけですよねだから原料費と加工費両方とも配布していくっていうのは、まあ、これはね まあおかしいだろろううというといころになりますだからまあ素直にね原料費を配布するのがおかしいだろうというねそこの発想に至った方はまあ問題なくねこの第2工場と第3工場を改善しなければいけないんだっていう判断ができるかと思います。ただとはいえね読めば読むほどちょっと第3工場第4工場どっちが 改善ののの必要性ががあるのかっっていうのがちょっと悩ましくはなってきますね第4工場については個別受注生産をこれまでやっていて個別原価計算を採用していたけれども、まあ、今はね汎用製品しか作っていないと、まあ、汎用製品をバッチ生産していて、まあ、従来から適用していた個別原価計算を継続的に行っているっていうねそういった話なんですね。 でまあ、原価計算システムねあの継続的にその個別原価計算ですね受注生産を行っていた頃の個別原価計算を採用しているという話なんですが、まあ、別にバッチ生産を行っていてもね個別原価計算を適用すること自体は何も問題はありませんからね各バッチごとにそういった製造差し出書が発行されていて、まあ、そこに原価集計を行っていくこと自体は特段の問題はないんで、まあ、この方法っていうのは何も問題はないんですよただまあ強いて言うならね あえて個別原価計算を採用する必要性があるのかっていうところがあって、まあ、個別原価計算を採用するっていうことはまあその分ねやはりその製造差し所ごとに原価集計をしていかなければいけないので手間はかかるわけですよねやっぱりその点総合原価計算を採用すれば手間を省くことはできるわけですからその費用対効果ってことを考えた時に第4工場についてもまあ見直しをすべきなんじゃないかというところも まあ一つ考え方としては成り立つのかなとは思うんですよ。だからまあ、ここのね、表現だけだと、正直何とも言えないところがあるんですね。第四工場について、特に今ね、この株式公開のためにね、あの、こういった原価計算システムを改めようと言っていて、その株式を公開するために、財務的な基盤なんかをね、もっとしっかりやっていかなければいけないと、しっかりしていかなければいけないっていうところで、 この原価計算の費用対効果なんかも考えなければいけないんじゃないかっていうのを冒頭の文章から読み取っていくと第4工場について改善する必要性があるんじゃないのっていうのも一つの結論としてはまああり得るのかなっていうふうにはちょっと思うところはあってただまあ明らかにこの原料費の配布っていうところがまあおかしいっていうところでねあの第3工場の改善の必要性があるという回答にはしていますけれども。 5番っていうところも回答としてちょっとありうるのかなというふうに思うところはありますねただまあここはもう疑問にはなっていないのでまあおそらくもう4番が正解で確定だとは思いますけれどもちょっとまあこの文章だけだとね何とも言えないところがあるなという印象を受ける問題ですねまあ少なくともこの問題後についてはねできる必要性は全くないのであのもうほとんどの方がねあんまり自信を持って回答はできないでしょうからまあこれについてはね間違えても全く問題ないと思ってください で次の問題6ですね、連算品の計算でまず連結原価を計算すると、まあ、先入れ先出しを適用して、連結原価計算するで、工程の視点で減損が生じているという話で、まあ、非度外傷の適用が求められてますけど、工程の視点で出ているものになりますんでね、別に度外相を適用しても、計算結果一致させることができるので、まあ、はなから度外視で計算した方が手っ取り早いかと思います。 で計算すれば連結原価自体はこの327万4000っていうのが求まりますでこれを各連産品の NRV を基準に安分するわけですけどもまず NRV を計算するときには正常な、まあ、この正常な歯科っていうところを前提にして計算された正常な売上高ですねそこから正常な個別加工費っていうのをマイナスしていかなければいけないので注意しなきゃいけないのはね この連産品 A について実際の販売単価っていうのを求めるとねここの資料のカッコ3番の指示から94.5っていうのが求まるわけですよ94.5この94.5っていう実際の販売単価をベースにして NRV を計算してしまうっていう間違いが結構やってしまうミスなのかなというふうに思いますどうしてもね NRV を求めるときにはこの実際の個別加工費ではなく 正常ななな個別加工費を、まあ、売上かからマイナスしていいいけければいけないっていうその発想がどうしてもね、あのー、脳内を支配することになりますんで、まあ、この部分が一番本物のポイントなんだろうなっていうふうにその金志願的になってしまうとその実際の販売単価を使うっていうところがねミスとして生じるのかなと思いますあくまでも正常な販売単価っていうのを使っていかなければいけませんので70,000円に1.5倍してあげた105っていうところをベースにして A の NRV 求めれば85万2千です。B は307 30万6800になりますんでこの合計ですね392万8800これを基準に連結原価安分していけばいいというところで,でその連結原価の安分額に実際の個別加工費っていうのを加えれば各連産品の売上原価を確定させることができますね。 そして、連産品 A について、売上総利益の計算なんかが問われているわけですけど、その売上総利益を計算するときには、実際の販売単価を前提として計算された売上高を使っていかなければいけないので、ここの使い分けをしていかなければいけないと。販売単価と個別の加工費、正常なものを使うのか、実際のものを使うのかっていう、そこのね、使い分けが今回問われていて、まあ、これはね、かなりいい問題なのかなと思います。よくできた問題ですね。 しっかり普段からねこの連算品の計算における注意事項っていうのが体に染み付いているかどうかっていうのを問う内容となっていますんでこれは実力を図る上ではいい内容になっているのかなとは思いますただまあなかなか正解しきることは容易ではないので正当可能性自体は低という評価を下しています、はい、で次の問題7選択肢の あと「い」が正解ということになりまして「まう、あ」ウと「え」は確実に間違いですね「う、まあ」ウはここがインプット法ではなくてここの文章はアウトプット法のねあの文章になっていますんでインプット法ではなくアウトプット法ですよとで選択肢の「え」についても標準原価計算を採用すると実際原価の集計に加えて製品の標準原価の計算が追加的に必要となることからっていうふうに言ってますけれどもあの そそもそも標準原価計算っていうところは製品別に実際原価の集計は行わわないわけですからね別に標準原価と実際原価両方製品別に計算しなければいけないっていうそういうシステムではありませんからこの選択肢への表現はおかしいと言わざるを得ないですね。でただ選択肢の「い」についてはねこれ平成22年の第1回にこれと似たような足が出ているわけですけれどもそのね 過去問やっていた方なんかはちょっと引っっっかかかてしままたとといいいいう方いるんじゃないのかなの思います。このパーシャルプランでは「仕掛かり品勘定の借り方は実際原価で記入される」っていうふうに言っていてこれ平成22年の本試験の問題っていうのは「仕掛かり品勘定の借り方は実際原価でのみ記入される」と「実際原価のみ記入される」っていうそういう表現だったんですね。 まあ別に実際原価のみがね記入されるわけではないというところでその月初仕掛かり品なんかは標準原価を持ってね記録を取っているわけですから仕掛かり品勘定の借り方は実際原価だけじゃないよっていうところで引っ掛けの足だったんですけれどもこの選択肢っていうのはその時の記憶がね残ってる方なんかは間違いやすいのかなとパーシャルプランは別に仕掛かり品勘定の借り方は全て実際原価ではないと別にこれ全てとか言ってないですからね シングルとパーシャルっていうのを比較する時の表現としてこういった表現を使ってるだけでねここでの借り方っていうのはもう当月の製造費用のところをね指していると考えてもらっていいかと思いますけれどもまあそういう解釈をした上で「E についてはね「丸だという判断をしていかなければいけないとまあ少なくとも「う」と「A が確実に間違いっていう判断はできるかと思いますんでねここはまあそういった願いも込めて正当可能性高という評価を下しています。 で次の問題8、標準原価計算の問題ということになりますけれども、まあ、これはかなり簡単な問題ですねあの。仕掛かり品なんかも存在しないので、完成品しか当月は作っていないというところなんで、あの標準的な消費量の計算とかをするときにも、一瞬で回答することができるかと思います。 まあ、ぶどまり配合再分析が問われているので、標準的なぶどまりでなおかつ標準的な配合割合を前提とした標準消費量っていうのをまず求めるところからスタートしてもらうと、この41,200作るのに標準的に材料がどれだけ必要かというと、完成品 40kg 作るのに5 0キロの原材料が標準的に必要だという話なんで、41,200に40分の50っていうのを掛け算してあげれば、51,500っていうのが求まり、ここに標準的な配合割合、 A がが分分の50 B が30分の B ですね。これをそれぞれ掛け算していけば原材料 A の標準的な消費量この SQ っていうのが 2600B が3900っていうのが求まりますで一方 S'Q これは実際の部泊まりでなおかつ標準的な配合割合を前提とした標準消費量ってことになりますので、まあ、この52500っていう実際の消費量合計に標準的な配合割合 A だったら 0.4B だったら0.6っていうこの0.4と0.6を掛け算して S'9 っていうのを求めることができこの s 9と S'9 の差に標準価格を掛け算してあげればぶどまり彩を算定することができる S'9 と AQ との差に対して標準価格を乗じてあげれば配合彩を算定することができる、まあ、この辺の基本的な計算が分かっていれば一瞬で回答ができる内容となってますね。はい よろしいでしょうかで次の問題9、まあ、管理会計の基礎知識ということで、まあ、管理会計というよりはどちらかというと計画チックな内容が問われているのかなというふうには思うんですけれども、まあ、選択肢の「い」と「え」が誤りで「い」についてはこれ価値連鎖っていうのは製品またサービスの売り手ではなくてこれ買い手ですねお客さんにとっての価値を作り出すっていうのが価値連鎖の 最終的な目的ということになってきますんでね売りり手にとととっての価値を作り出すすこでではないですよとでまた選択肢の A 法人税率が上昇する場合、e、その他の条件を一定とすれば損益分岐点売上高は増大するって書いてますけど別に税金関係ないですよね損益分岐点っていうのはそもそも営業利益が、まあ、ゼロになる利益がゼロになる時の売上高を計算してるわけですから税金関係ないじゃないですか。 別に税率が上がろうが下がろうが関係ありませんからね、まあ、そこの計算構造的なところがねちゃんと分かっていれば A についてはツ足であることがすぐに判断つくかと思います、はい、まあ「あ」と「う」はね「まあ」あについては知ってた方もねあの多いかとは思うんですけども「う」についてはなかなかねその知らないと思うんですね このレベニューマネージメント云々っていうのは初めて聞いたなっていう方も多いんじゃないかなと思いますけど。お手旅行業界とかね、航空業界とかっていうのはこれ時期によってね、あの、同じ部屋とかあるいは同じね、その航空券であったとしても、時期によって値段が違うものになりますよね。まあ、これはその時々の需要に応じてね、値段っていうのを設定していて、 販売価格を需要に落ちて弾力的に変えるとそれをすることによって、まあ、そういった収益の最大化を図っていくわけですよ、まあ、ホテルとか航空業界っていうのは基本的に固定費の負担がとにかく多いので売上が上がればねそれがもうほぼほぼ貢献利益になっていくわけですよだから売上の最大化こそが利益の最大化につながっていくっていうのが、まあ、これがまあレベニューマネージメントと呼ばれるものになりますねはいまあうわね知らなくても まあなんとなくニュアンスで丸なんじゃないかっていうふうに判断できるんじゃないかと思います。はい、で次の問題10財務情報分析の問題ですけど「まあ」あと「絵が誤りということになりまして「まあ」あについてはこの総資本を分母に取ったときに分子に形状利益を取ったとしてもこれ分子分母の対応関係っていうのを理論的に測ることはできないんですよね。 総資本に対応しているのは経常利益ではなくてこの事業利益っていうのが該当しますんでここは経常利益ではないですよっていうところでツ足とまた選択肢の A については ROE と ROA のこの関係式ですねこれが頭に入っていたかどうかというところですねこれに当てはめればねあのまあどこを間違いにするかによって あの回答ちょっと変わってきますけど、まあ、この8%のところが間違いだっていうふうに言ってもいいですしこの8%は合ってるとするならば負債の利子率が間違えているということになりますんで、まああのまあ、どちらにしてもね結局これを全て代入した時に式が成り立たなくなりますから、まあ、間違いということになります。はい、で選択肢「イ」についてはこれは回転率とか回転期間のねこの関係性 回転率っていうのは回転期間の逆数であるってことが分かっていれば、まあ、計算自体は難しくはないのかなと思います。この年間8回転ですね。年間で,年間で8回転すると。ということは、田尾さんの回転ゲストは1.5ヶ月ですね。1.5ヶ月。田中さんの回転ゲストは1.5ヶ月で1回転しますよと。まあ、年間で8回転するわけですからね。 1>, 1回転するのに1.5か月かかりますよっていう話ですね。でこの1.5か月を12で割り算すれば0.125っていうのを求めることができて、まあ、回転期間っていうところを年数ベースで表示すれば0.125ここに365っていうのを掛け算すれば 日数ベースで25日っていう回転期間を計算すすることができますねあるいはこの1.5ヶ月に365割ることの12ですねで計算された1ヶ月あたりの平均的な日数を掛け算すれば45.625っていうのを算定することができるのでまあ意については合ってるなってことが分かりますね。 まあ、うわねちょっと生産性分析っていうのをやったことがない方はきついのかなと思います一応まあ入門の講座とかだとね最後の講義で触れていたりするんですけれども生産性分析自体はねあの直近の試験とかでも1問出されていたりしてまあもともと以前もお伝えしたんですけれどもまあ覚えてない方は思いますけどあの 生産性分析自体は昔はね試験範囲として明記されていたんですけど、まあ、ある時から明記されなくなった項目なんで、まあ、出なくなったのかなと思いきや、まあ、普通に出ているというところになりますからね、まあ、なかなか何が試験範囲に含まれていて何が除外されたのかあのよくわからないところがあるんですけれども、まあ、生産性分析は一応ねあの試験範囲としてまあ含まれているのかなというところで、まあ、今回も出されているというところですね。 ただまあ、うについては正誤判断できなくても、他のところからね、消去法で回答を絞り込むことはできるのかなと思いますんで、まあ、ここはね、問題9か10か、どっちかは正解してほしいかなっていうふうには思いますね。はい、で、次の問題11。まあ、これは初見だとできなくてもしょうがないかなと思うんですけど、あの一応先ほど、公表のところでお話はしましたが、 その ABC3 種類の製品があってなおかつ製薬条件っていうのが2種類あると共通の制約条件が2つありますよっていった問題で、まあ、ほとんどの方は解いたことないと思いますんであのどうやって解くのかなっていうのでちょっと思いつかなかった方が多いんじゃないかと思うんですけどあのこの問題とりあえずね共通の制約条件となっている資源単位当たりの貢献利益を先に求めていただいて、まあ、この材料の消費量と機械の作業時間ですね 製品 ABC の貢献利益をこの消費量であったり時間で割り算すればこの 1kg あたりあるいは1時間あたりの貢献利益がこうなりますでこれをまあじっくりちょっと見比べてもらった時に明らかに製品 A だけ見劣りするんですよ P と C っていうのは非常に収益性の高い製品なんですけど A は収益性の低い製品であることがわかるんですねだからこの計算結果からね B と C を優先して A は余った時間で製造販売していくんだっていうその結論にたどり着けたかどうかなんですね。でそこが分かればね製品 A470 個 B750 個 C450 個っていうのが現状の最適セールスミックスであることが分かるんですね。でちなみにこの機械の加工時間に着目すると製品 A は500個作るだけの 生産能力の余剰があるんですけどある,あるんですよで材料の消費量に着目すれば470個しか作ることができないのでよりまあ厳しい制約になっている方に合わせざるを得ないわけですから材料の消費量っていうのがボトルネックになっている状態なんでより厳しい制約の方に合わせて A は470個っていうのを回答することになるただまあ機械の加工時間に着目すれば500個までは作ることができるのでこの代替材料っていうのを模索することによって 追加的に30個の製品 A っていうのを作れるようになるわけですよ新たな材料っていうのを調達することによって製品 A の生産可能量っていうのを30個増やすことができるんですねだからこの代替材料を用いることによっていくら貢献利益が増えるかっていうのは製品 A を30個追加で作った時にいくら利益が増えるのかっていうのが問われてるんですね 1>, で1キロあたり60円の高い金額この代替材料では調達するのにかかりますとで製品 A は1個作るのに3キロの材料を必要とするわけですから900円から60円かける3キロをさっーいた720円っていうのが1個当たりの貢献利益なんですね。代替材料を用いた時の1個当たりの貢献利益は720円でそこに30個っていうのを掛け算すれば2万1600というのが求まります だから計算自体はね、分量は少ないので、気づけるかどうかというところがポイントになってきますね。で、次の問題12。予算管理の問題ということになりますけれども、予算管理で選択肢の意、e、と絵が誤りですね。これはもうね、簡単な内容だと思います。絵、e、について、これはトップダウン型ではなくて、ボトムアップ型ですね。絵、e、については達成が困難な水準ではなくて、 まあ達成が可能ではあるが高い能率じゃなければね達成することが難しい水準とまあ現実的に達成可能なレベルじゃないといけませんからね達成困難な水準に設定しては元もともこもありませんので、まあ、ここの表現がおかしいなっていうところで判断がつくのかなと思いますで次の問題13ですね まあこれもね財務分析の内容が含まれてますけども、まあ、流動比率は簡単ですね、流動産割る流動負債なんで、この分子分母が逆になった記述ですね。で選択肢の意、e、についても、流動産から流動負債差し引いて運転資金というのを計算して、これがプラスであれば、運転資金は長期借入金のみによって賄われていることを示していると言っていますけど、別に長期借入金のみで賄っているわけではないですよね。あの 固定負債によってね、賄ってるとかだったら、まだまあ話はわかるんですけど、なぜ長期借りれ金だけなのかっていうのが謎ですね。他にもそもそも資金の調達源泉っていうのは別に負債だけではなくて、純資産っていうのもありますからね。長期借りれ金に限定しているこの記述がまあおかしいということになりますね。はい、あと選択肢のうについてはね、この収支の日数差っていうちょっと聞き慣れない表現が出てきますけども、まあ、この まあ定義式からね、あ、これはキャッシュサイクルの計算について問われてるんだってことは、まあ、現場で読み取れるのかなとは思いますんで、そこの判断ができればね、あの正解すること自体は難しくないのかなと思います。まあ、そもそも資金管理っていうふうにタイトル書いてくれてますからねあの、キャッシュサイクルに関する話っていうのを思い出すこと自体はね、容易なのかなと思います。で、次の問題14。 まあ事業業部制の業績評価とということになりますけどもまあ推定含んだ問題でパッと見はねあの数字情報が少ないんで簡単そうだなという印象を受けるんですけどもまあいざ解いてみるとちょっと解きづらい内容かなと思いますこの A 事業部の透過資本は B 事業部の透過資本の60%であるって言っていてまあ B の透過資温 x っておけば A の透過資本は 0.6x ってことになります そして、B 事業部の税引き後の営業利益が19,600と言っていて、まあ、これ税引き前に直してあげると28,000ってことになります。1-30%で割り算してあげれば、割り戻してあげれば、28,000っていうのを求めることができますね。税前の利益。 まあ、そして A 事業部については10資本の利益率が20%って言っていてこの0.6に対して20%掛け算すれば税引き前の営業利益は 0.12x そこに1-30%掛け算すれば税引き後営業利益が 0.084x っていうふうに表すことができますでこの税引き後の営業利益から資本コスト資本コストっていうのをマイナスしたものが残余利益になるわけですから こういう連立方程式を作ることができるんですね。A 事業部の税引き後の営業利益 0.0484X から、この資本コスト率を Y とかっていう風に置いたときに、投下資本の 0.6X に資本コスト率 Y っていうのを掛け算して、計算されたこの資本コストをマイナスすることによって残余利益8820が求まる。同様に、 B 事業部についても税引き後の営業利益19,600から10日資本 X× 過重平均の資本コスト率 Y を掛け算したこの資本コスト XY をマイナスすることによって9,800が残余利益だって言ってるので、まあ、この連立方程式を解いてもらったら X は17万5点六パ Y は5.6%っていうのが求まりますので、まあ、これさえ求まればね、あとはもう機械作業ってことになります まあ枠からね自己資本コスト率っていうのを逆算するっていうところもね問われているわけですけどもまあそれも別に難しくはないかと思いますんで、まあ、枠さえ求まってしまったらね、まあ、空欄囲、e、の回答すること自体も特段問題なくね対応できるかと思いますはいまあとはいえこういったね解き方になかなか思い至らないところなのかなと思いますんでまあ本当に こういうい問題に対する対応力を上げるためにはどうすればいいのかっていうのが本当に一つの課題になってくるのかなとは思います。これって得意ななな人は別別に特別な練習とかかを何かしていなくていく解けるんですよ。逆にまあ管理会計とかまあこういうまあ文章問題みたいなものがやはり苦手意識を持たれている方なんかはなかなか訓練を積んでもねいついかなる時にもこういう問題に対処できるかっていうとそうならないんですよね。 だから、まあ、ポテンシャルが、ね、どうしても関わってくる要素はあ,のあるのかなとは思うんですけどただ、まあ、こういう問題解けないと受からないのかというと別にそういうわけでもなくてあのこういうちょっとひらめきが必要な問題とかっていうのはできなくてもさしたる問題ではないんですよね。結局のところはもっと、ね、地道にあのちゃんと正確に回答することさえできれば、ね、あの計算することさえできれば回答にたどり着けるみたいな問題っていうのもあの含まれていたわけですから。 まあそういったところをね、いかに取りこぼさずに、まあ、対応できるのかっていうところが、まあ、本試験においては大事になってくるので、まあ、今回の本試験であればね、管理会計分野については、あのどれもね、ちょっとこういう一癖ある問題だったりするので、まあ、計算できなくてもしょうがないかとは思うんですけど、まあ、その分、原価計算分野の方にしっかり時間をかけてね、そこで あの計算問題ちゃんと合わせることができたかどうかっていうのが大事なんですよ。ここは普段のやっぱり練みくもにねこういう応用的な問題みたいなものに対する対応力を上げようとかって考えるんではなくてまずはその着実にね何かしらその見覚えがある問題であったりその時間さえかければ、まあ、で,きるようになできるっていう問題をしっかりと回答すると。 そこをねあのー、本試験の中で冷静に判断した上で回答することができていれば少なくとも合格ラインの点数っていうのを割らないのかなとは思いますんでまあとはいえ、なかなかね難しいところではあるかとは思うんですけれどもただまあこういう問題に対する対応力を上げようとかってことはねあまりやみくもに考える必要性はないのかなとは思います。はい で次の問題15。業務的意思決定の問題で。まあこれも先ほどの公表の中でお話はしましたが、文字情報が多いんでねあの、解く気が起こらない内容だと思うんですけど、でも実は解いてみると、計算の分量は非常に少ないです。時制案の関連原価と購入案の関連原価を計算するわけですが、購入案についてはこれ一瞬で終わりですね。7000個までは1個あたり4000円。それを超えたら5%の値引きを受けることができるので、 まあ今回9000個の部品アルファが必要なんで、まあ、残り2000個ですね。7000個までは4000円で買って、残り2000個については5%引きの金額で買ってくる。その合計金額、3560万が時あ購入案の関連原価ってことになります。で一方、自制案ですね。 自制案の関連原価としましてはこの高材料と打つ材料の取り扱いがちょっと難しいかもしれませんけどこの常備材料に関する話これはねあの上級の講義とかで触れましたけども会計試験では初めて出されましたね過去日商簿記一級の試験でこういうね常備材料云々ぬっていう指示が出てきたことがあるんですけれども一応まあ上級の問題集とかにはこの常備材料っていうね指示で 自制化購入かの意思決定の問題が含まれていましたので、まあそれを覚えていた方はね、この高材料については判断できるのかなと。まあ常備材料っていうことは、使った分については新たに再調達しなければいけないので、この過去に買ってきたね、1キロ2 0 0 0円で1万2 0 0 0キロ買ってきていると。これ自体は埋没原価なんですよ。もう過去原価ですね。過去に現金の支出が終わっているという状態なんで、 将来この材料どう使おうとねその過去は変えられませんからねでもこの材料は常備材料なんで使った分は新たに補充しなければいけないのでこの時制案を選択することによって、まあ、高材料のこういった残高が減れば追加調達しなければいけなくなるその部分については関連原価ということになりますんでこの2200円かけることの、まあ、9000個分ですね計算すれば1980万ですね1980万 これがまず関連原価。で次に、落つ材料については、部品アルフを作るための固有の材料で、これ他に使い道がないんですよ。他に使い道がない。もう在庫として、この部品アルファを9000個作る分だけ必要な材料は持ってると。で、この部品アルファを作らなければ、もう使い道がなくて捨てるしかないんだっていう状態なんですね。この場合、 このオツ材料っていうのを使うというのは別に関連原価発生しませんよねもうどの道部品アルファを作ろうが作らまいかこのオツ材料っていうのはそもそもの使用用途っていうのが部品アルファを作ること以外にないわけですから部品アルファを作らなければ捨てるだけなんでね だから、オツ材料についてはこれを消費したからといって特に関連原価というのは発生しないんですね。関連価は発生しないちょうど今持ってる、ね、手持ちのオツ材料だけで9000個分必要な量部品アルファを作ることができるわけですから再調達っていうのも考える必要性がないですね。はい、また 部品アルファを購入する方に切り替えればこの1,000万円人件費を節約することができると言っているのでこの1,000万円っていうのも自制案の関連価とこになりま,すまた変動製造・間接費もこれを自制することによって発生する特有のコストってことになりますから変動製造・間接費360万も関連原価。 また外注加工賃についても関連減価ってことになりますんで、この四つですね、1980万と1000万と360万と180万、ここの四つを関連減価として集計することができれば、もうこの問題は正解した、もう同然ですね。この四つを時制案の関連減価として集計してもらって、購入案の関連減価との差を取れば、40万円時制スローが得だっていう結論になります。はい 以上が問問題題でですすね。ね。最後問題16設備投資です、ね、まずまあネットキャッシュフローを計算してもらってね、まあ、どう計算してもらっても結構ですけどこの営業利益に1-40%掛け算した税引き後の営業利益に減、まあ、価償却費を加えてあげればネットキャッシュフローを求めることができますね。はい、でこのネッットキャッシュフロー、 毎年、形状的に生じるわけですけども、まあ、今回ね、問われているのが、割引回収期間ですねこの累積的現在価値による回収期間、これが割引回収期間を指している言葉だってことが、まず判断できなければいけないわけですけど、まあ、割引回収期間法っていうのを適用していただいて、適用していただいて、まあ、毎期のキャッシュフローの割引現在価値を累積させていって、回収期間の計算をしていくと。 で計算すれば x についてはこれは4.5年とで y については3.9年というのが求まりますので y の方が割引回収期間は短いということが分かりますね。また投資利益率っていうのが問われていて、まあ、投資利益率はこれ投資期間中のねネットキャッシュローの合計金額から、まあ、この購入原価っていうのを差っ引いてそれを割ることの 5年してあげればね、年間の平均利益っていうのを計算することができるので、分子に年間の平均利益を取って、分母にその相当資額ですね、購入原価っていうのを取ってあげれば、単純投下資本利益率っていうのを計算することができますんで、まあ、ここはもうテキストの説明レベルの内容になってくるのかなとは思います。ただ一点注意が必要なのが、この製品 Y については、売却時のキャッシュローを加味しなければいけませんので、 この5年間のキャッシュフローっていうと3万6600に5年掛け算してさらにこの1万に1-40%を掛け算してあげた税引き後の売却収入にあ税引き後の売却収入っていうのをこの5年分のキャッシュフローの方に加えてあげる必要性がありますんで3万6600に5を掛け算してそこに6000っていうのを加えてあげた18万9000っていうのが 5年間ののキャッシュインフローの合計とということになりますね。18万9000でそこから12万の購入原価これが減価償却費として5年分費用化されるわけですから6万9000円が5年間のトータルの利益でこれを割るごとの5年してあげれば1万3800円が年間の平均利益ででこれを購入原価12万で割り算してあげれば 11.5%っていうのが Y の単純投下資本利益率として求まりますのでこの Y と X の投資の利益率その差を取ってあげれば約5%っていうのが求まりますね。はいまあ、X についてはちょっと割り切れないので捨誤入をする必要性がありますけれどもまあ約5%っていうのが求まりますよと。はい まあ管理会計分野の計算問題の中だと、まあこれがね、あの地道な計算で対応できる問題となっているので、まだまあ一番解きやすい内容なのかというところで、正当可能性は中という評価を下しています。はい。まあ以上がね、今回の本試験の解説ということになりますので、まあ本当にね、非常に今日はね、一日疲れがね、溜まったかと思いますので、 あの結果はね、あのどうあれ、もういろんな方がねいらっしゃるかとは思うんですけど、もう今日ね、あの行った試験のことは、ちょっと一旦ねあの次の日なんかはもう忘れていただいて、1日ぐらいはちょっと休憩休養を取っていただいてね、あのその上で、まず、あ、自己採点などをしてもらってから、まあ今後の身の振り方などをね、あのご検討いただければなと思います。 また最後にね、好評の動画の方でね、全体の好評の動画の方で、あのレックの講座などのご案内とかもあるかと思いますけど、また試験後のイベントなどもありますので、あのそちらの方にご参加いただいてね、あの今後の身の振り方なんかを検討していただくとよろしいのかなと思います。まあ、それではね、これで好評と解説の方は以上となりますので、本日は皆さん本当にお疲れ様でした。